岩竹は、宮間の岩壁に着生する地衣類の一種。東アジアの温帯に分布し、中国、朝鮮、日本では、山菜、生薬として利用する。中国語では、石耳という。地方名に、石きクラゲ、岩、チキクラゲ、石壁花などがある。韓国語では、という。日本の地方名に岩ガシャー、竹きのこ、岩の場がある。二代目、歌川広重、 諸国名所百景、奇襲熊の岩竹鳥系数センチメートルから10センチメートルほどの扁平な養生地位類で最大30センチメートルになる。上面は灰色、下面は黒く棘状の毛が密生する。裏面の中央部に産後状に枝分かれした突起があり、ここで岩に固着する。川状で乾燥すると脆い。東アジアの温帯の日当たりが良い岩壁に分布する。 中国では、厚生省、暗記省、石膏省が主産地で、ザ山、鉱山、旧華山などの観光地として知られる山で特産品として扱われている。特にザ山では、石魚、石鳥と共に、三石と称され、名産品となっている。雪などの影響がなければ年中採取できるが、断崖絶壁等の採取が困難な場所に、 生育するため最初には多大な労力を要する。韓国風の岩竹と松の実の炒め物成長が1年で、わずか1ミリメートル程度と非常に遅いため1キログラムで1万円以上の値がつくほど高価である。中国では、厚生料理や暗記料理で、炒め物、煮物、シロップ煮などに使われる。日本では、茹でて、酢の物などにして食べることが多い。味はあまりないので、 調味料でしっかり味をつけるのが普通である。長野県北愛木村には味付けした岩竹をあんにした岩竹饅頭というものがある。乾物として流通しているので、まず塩を少し加えたぬるま湯につけて戻し、もみ洗いして細かい砂を洗い落とす。裏側の毛があると食感が悪いので、こすり落とす。中国では生薬としても利用される例がある。日用本草では生刊。 アジアマ、無毒とし、心身、容易、死血の効能があるとしている。慢性気管炎に有効との報告もある。成分として、ギロホール酸、レカノール酸を含むことが知られている。広重の浮世絵にあるように、その採取は古来より大変危険なものであり、しばしば転落事故などで命を落とすものも多かった。大分県には、奇策落としと呼ばれる悲劇的な民話が残っている。 ありがとうございます。